脊柱管狭窄症では痛みやしびれは出ない原因ではないってことで、先ほどのこちらの椎間板神経のお話でこちらに MRI 画像を持ってきています。こちら白く写っていてここ途切れてますよね。ここ圧迫してるから痛いんだという診断名をつける方もおられますが、実はこれは痛みが出る原因ではないです。これを実験した先生がおられまして、今もう亡くなりましたけども、滋賀県医科大学の名誉教授の横田さん。その当時ですね、手術中にこの神経をバルーンカテーテルで圧迫加えたり、縫合して縛ったりとかしてやってみて、でその結果が本人書物に残ってるんですけども、縛ったけれども痛みは出ない。縛る強さが強すぎると神経の伝達がいかないので麻痺、感覚麻痺とかが起こります。